皆様こんばんは。いろいろなことをお疲れ様です。絆長崎です。今日はこの晩酌の風景を初の盾で撮影してます。あーうまい。お刺身の切り落とし、いろいろ入ってます。ちょっといただきますね。これサーモンでしょ、これイカ、この辺は何だろう、ヒラスに、これカツオに、いろいろ楽しめますね。ああ見てください、ちょっといただきます。ひょーふっ、うん、あーうまい。くーちゃんには白クマ、昨日買ってきたんですけども溶けてしまって、今日コラがしてたんですけどね、こんな感じで元祖鹿児島って書いてますね。後から飲みます。黒馬で、この海鮮ちゃんぽん半額で132円やったかな、128円やったかな、なんせ150円いないで。じゃあいただきます。うん、海鮮ちゃんぽんね、かんまかばい、今度作ってみよう。なんやかんやで晩酌させてもらってます。今日長崎県35度、現場軽くまた40度超えてました。明日はさらに1度から2度、全国的だと思います。東京より北海道が暑かったって聞きましたけど、北海道の皆さんはクーラーがない家庭がほとんど聞きましたので、本当にもう扇風機だけとか、本当に辛い時期だと思います。秋を迎え、この夏の猛暑を乗り越えましょう。本当にいろいろなことをお疲れ様です。よいしょって、あそっか、縦の場合は全体的にこうならんちゅうことやな。レオ君お疲れ様です。